はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね。まあだいたい来るであろうとはね、予想はついてたんですけども、蛇王報奨回覧の出現率超アップダブルゼーターガチャ来ました。刻んでくるよね。もうこれからは一日一日毎日刻んできて、毎日ガチャ回せっていうことなのか。おいおい、まとめて出せよ。ということで回覧来ました。これはね持っていません。なのでもうこれはね出すしかありません。変身スキルがあります。そして特殊能力がありますと。さらにですね、回してくれと言わんばかりに週末おはじきキャンペーン来ました。これもまあ来るであろうとね、だいたい予想はついてたんですけども、やっぱり来ましたか。これはね行くしかありませんよ。僕の現在の状況なんですけども、イベントクエストは残り1つと。そしてですね、おはじきの方が白虎に勝った回数28回まで来ちゃいました。これは微妙な心境ですね。とりあえず40回目指してやっていくんだけど、もう28回で勝てませんっていうのもね、僕は白虎特攻持っていません。これはねやっちまったな、多いっていう感じはある。そしてこちらの蒼龍に勝った回数は4回まで来ました。まあ出てくるには出てくるんだけど、まあいろいろね倒せないとかいろいろあります。これもまだ先が長いよね。まあ言ってもまだイベント始まったばかりなんで、まあ、じっくりね戦略を立てながらね行こうかなと思っています。確率見ていきましょうか。闇へ回 0.4%、 これもね引きずり出さないとねいけません。そして回らは 1.2% の閻魔は 0.1 と閻魔だけ持ってます。そして朱雀 0.8、 このあたりもね出していきたいなと思います。それでは神引き狙っていきたいなと思います。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ来てほしい。ちょっとね毎日毎日ねこんな回してたらね持ちませんよ。さあいきなり昇天してサクッとカイラ引いてイベント走りたい。お願いします、お願いします。あ、神すかい。涙が出てくる。この金カプすらなしと。ただですね、赤カップから来ることもありますよ。なのでB ランク祭り回せめて特攻っていうかね、まず切羽詰まった状況として白虎特攻をね何がしか引かないと。あれ朱雀違いますね。こちらの朱雀は違います。おいおい厳しい。白虎特攻でもとりあえずまあ復刻とか特殊能力持ち付きでね、復刻キャラもあると思うんで、まあそこでワンチャン白虎はね、まあ、持っているキャラにねうまく特攻がついてくれれば、まあ、ワンチャンあるのかなっていう気がする。いやでもねそんなのはねイベント後半ですよ。間に合いません。引きずり出すしかありません。いやでもどうなのこれ。いや弱気になったらね出るものも出ませんよ。お願いします。おっとゴールドのミスパーか金カップか。金は2つ微妙っすね。いきなり金から闇閻魔ね出ちゃってくれればもう超嬉しいんですけども、さあ止まればもう僕の場合はね新キャラと言っていいでしょう。さあ今回はですねカイラだけではなくその他のキャラも引きずり出して、この週末おはじきキャンペーンをね無駄にはしたくないかなと思ってます。いやでもどうなの、微妙。今回ねだから週末が早いんだよ。イベント始まってすぐ週末入るんで、そこがなかなかね難しいところではあります。さあ全然スルーです。経験値玉祭り、経験値玉のためにガチャを回しているような状況、厳しいね。だから闇閻魔のさ超アップの時にまとめて全て出しちゃうってのはあるんだけど、お願いします。赤ミスか、あかんやろ。いやでもねなかなか闇閻魔 1% でしょ。しかも闇閻魔だけあってもやっぱり封印をね進めないとおそらくイベントの攻略にはねならないんじゃないかな。だからやっぱりカイラ欲しい。なんとか閻魔出したけどね、でもちょっとやってみた感じね閻魔1体じゃ無理です。あまり意味がないっていうね状況でした。なのでやはり閻魔カイラ闇閻魔と
もう3体揃ってなんとかイベントね進めれるのかなっていうね感じはあります。最近でもそうだよね、なんだかんだ言ってダブルゼータが重要となってくる。さあそろそろ来てほしい、頼むぜ。これはやばい、これはやばいぞ、そろそろ来てほしい、確率的にはそろそろ来てほしい、おろしやす。あーっとー、金は3つか。最近ねやっぱ昇天しないとなかなか難しいよね。来たーっていうね声が聞きたいです。なかなか来てくれません。いやでも確率的にはそんなにっていう感じするよね。まだエンマしか持っていないこの状況厳しいね。さあなんとなく週末一気に走りたい、大弾きね。もう白虎のレベルが上がってきちゃってやばい、かといってやっぱりワイポイントも稼ぎたいんで白虎来たら倒しちゃうんだけど、てっおっと秘伝書、秘伝書ということは近づいてきたかと。さあ止まってほしい、サクッと回らお願いします。あっとここは違う、ここは違う、やばい、そろそろですよ、そろそろ。いやでもこのあとおそらく、いやトリプルゼータの超アップ来るよね、おそらくね今回ね、まあ、追加もあろうかと思います。さあ行きます。さあそろそろ出したい、おろします。ああ、ありえないでミス、あ勝った、やべえ、今回勝負ガチャを誤ったが 1.2 ってでも出そうな気がすんだよな、確率的にはね。と今一瞬止まったかと思った。もうこの辺りの赤玉からサクッとね闇エンマ来てくれたらねイベント楽に進めるんですけども、やべえ、やっぱ単発か、単発か、くそ赤は止まることすらありません、ほぼほぼ持ってるキャラばっかだしね、無駄か。さあ今回のイベントね Y ポイント稼げないんで、さあそろそろマジで引きたい、行くわ。さあ行きます、10連。さあ昇天して来てほしい、お願いします、マジでお願いします。てい、あーっと、うわ、ここで爆死はやめて、まだ本番じゃないから、本番はさ追加キャラもしくは闇エンマだから、ここで爆死はマジでやめてほしい。せめてかすってほしい。いや 0.4%、 いやでも 0.4% って結構出るからね、だったら 1.2% も来るっしょっていう感じするけどね。赤止まんねえな、赤止まんねえ、やっぱ単発か、おっと SSS、 あっとマジか、渋すぎる、渋すぎる、これはどうした、どうした、マジでお願いします。将棋イベント大好きなんですよ、なのでできればね楽しみたい、おはじきもねキャラさえあれば楽しいんだけどね、キャラがないともう地獄ですよ、おろします。おっとゴールドのミスパーか、金カプから来るのか、闇エンマ 0.4 か、初日の 0.6、でも初日の 0.6 もでも出した人すごいよね。でもやっぱりね今回ギバーンがむちゃむちゃ強そうなんだよね、ちょっとやった限りまだ封印途中ですけども、むちゃむちゃ強いし衝撃キャラ縛りっていうのが何気に効いてて、闇エンマあってもっていう感じなんでやっぱりいるんだよね。だもうガチャに関しては運だからね、と止まんねえのかい。さあもう限界です、ラストいきます、ラスト、これで出なければ追加もしくは闇エンマのチョアップ待ちましょう、ラストいきます、お願いします。さあ魂を込めて回します、ガチャ4500、おろしますおろしますなんじゃこりゃ、最初から魂込めろやっていう、いつもいつもそうだよね、何なのこのラスト行くっていうと突然来だすっていうね、
やっぱり最初からラスト行くべき？もうなんだかさっぱりわかんねえわ。わかんないけども、これが 0.1 のエンマだったらちょっとねやばいです。今回のイベント、せめてカイラ、これスザクでもやばいね。スザクも嬉しいけどね。さあここで闇エンマが引ければまあありきあり、今回のイベントね。さあちょっと待てよ、このニタニタさん祭り、これはこれで、これはこれですごいよ。大好きなキャラですけども、もうすでに限界突破マックスです。さあ止まってほしい、これは止まりません。ここ止まんなかったらマジやばいわ。止まって、だから闇エンマもしくはカイラ引ければちょっとワンチャンあると。できれば闇エンマ行きたいね。闇エンマ引きたいところ、とりあえずエンマ引いてるからね。行きます。さあマジでお願いします、ラストだからね、頼むよ頼むよこれ止まんなかったらと思うと、もうガチャこれタップすらできないんじゃない。行きます。大きく深呼吸して、ダッシャー、カイラ来ました、カイラ来ました。ということで闇エンマは次か。いやーでも 1.2% か。まあでも、まあ確率的に言えばまあ 1.2% か、まあギリセーフかなっていう感じかな。とりあえずイベントを走りましょう。これでなんとかですね、まあおはじき、まあ、週末キャンペーンね、これでエンマとカイラでいきますよ。そして裏マップの強敵もね、なんとかこれで取り巻きは倒せるんじゃないかな。やったぜ、特殊能力付き。戦いを終わらせねばマジでだよ毎日毎日このガシャ引くだけで汗だくですから。エアコン、部屋エアコンガチガチ効かしてますけども、それでも汗だくですよ、真剣だからねさあ皆さんはね、今回のガチャ何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりもね教えてほしいなと思います。どうなんだろうね、やっぱでもダブルゼーターカイラエンマ狙おうと思ったら今だしね、週末おはじきキャンペーン来てるしね。さあとりあえずね育成して走るわ。やばい、マジでやばいっすね。